はい、皆さんこんにちは。今日もゼインフィニテッドやっていきたいと思います。前回ですね、鉄関係、金属関係の鉄鉱石ですね、 鉱石を、取るために配置しました。電気の方も蓄電池結構溜まってますね。線は溜まっています。で、今回は、インゴットの方が溜まりましたので、最後の一つですね、そちらの方に、こちらの方を、運んできて、今自分のところは北の方ですね、真ん中の湖ら辺度にある、鉱石の採掘場の方に機械を設置してこようと思います。はい、着きましたね。いつも通り平地の広いところですね。はい、ここのど真ん中あたりに作りたいと思います。どれだ、これのその他ですね、これを設置したいと思います。さあ、材料の方は、こっちじゃないか、これか、持ってきましたので、これで当てはめていきたいと思います。あ、板を忘れましたね。板もちょっと取ってこないといけません。板を取ってきましたので入れていきましょう。はい、完成ですね。あとはここにいつも通り燃料を入れて電源を入れておきましょう。はい、これで完成しましたね。それではですね、ここから今見えるところに小さい、真ん中の辺に小さい島がいっぱいあるところがあるんですけど、ここにワニがいるということなので、こちらの方に行ってみたいと思います。これ水の中か、水の中は行けるかな。あ、カート引っ張って行ってますね。はい、水の中も一応カート引っ張れるみたいですので、引っ張っていきたいと思います。どこだ、とりあえずなんだろう、これマングローブみたいな木がありますね。よいしょ、水の中には今のところいないから大丈夫かな。とりあえずどっか中心ぐらいに、拠点を構えましょうか。よし、ここら辺でいいかな。あ、奥になんか、あ、歩いてますね。ちょっとカボチャを取ろう。これで、あ、できましたね。ここ登れるかな？よいしょ。はい、登れますね。よし、いける。さあ、ここにワニいますので、ワニを倒していきましょう。よいしょ。あ、来たぞ。ほら。ジャンプ。さあ、ここにいれば安全ということなので、お、なんか飛んでった。嘘。嘘、飛んでったよ。あ、さあ、今、外したのかな？頭に当たってないかな？ 6。あ、ほんとだ。攻撃食らいませんね。さあ、これで1匹目をとりあえず倒しましたね。よいしょ。あとは2匹目。これさ、なんか8枚だっけな。必要ですので、8匹は倒していきたいと思います。よし。あ、矢が浮いてますね。もう拾っていこう。はい。よいしょ。外したかな？ 4。おっと、はい、全然食らいませんね。あ、楽ちんだ。これは楽ちんですね。はい、これで、もらったかな。さあ、これ、ワニの皮2枚目ですね。肉とかも結構あるので、こちら片付けていきましょう。かぼちゃ食べればいいか。はい、次からどんどんですね、ワニの方を引っ張っていきたいと思います。さあ、3匹目ですね。よいしょ。この高台からどんどん撃ちましょう。よいしょ。お、しぶといな。よし、はい。まあ、結構足は遅めですね。これなら別に、登らなくてもいけそうな気はしますが、まあ、安全に越したことはないので、安全な場所から倒していきましょう。さあ、どこだ？いますね。これで4匹目かな。あ、いっぱいいるな。よいしょ。火打ちすれば全然問題なさそうですね。よいしょ。はい。これでおしまいかな。まだ生きてるか。よいしょ。はい、倒しました。あ、むっちゃいっぱい矢打ちますね。よいしょ。あ、ゾンビよりもワニの方が体力あるんだな。さあ、次は5匹目かな。なんか、いきなり襲われるのが嫌ですね。よいしょ。とりあえず襲われないように、あ、外しちゃった。一発当てればこっちに気づいてどんどん来ますので、
打ち込んでいきましょう。はい、結構近いな。お、まだか。やばい、外した。危なかった。ギリギリですね。さあ、骨の矢を回収していきましょう。まあ、オープンなやつはもうめんどくさいんでいいんですけどね。さあ、他はどこにいるんだろう。もうちょっと探していきましょう。さあ、8匹目ですね。結構、いますね、ワニさん。よいしょ。ただ、ここら辺にいなくても、もうやっぱ長距離から撃てば全然問題はありません。それとですね、ワニ側が意外と重いので、荷物預けることになると思いますので、こういう台ですね、台と箱持ってきた方がいいと思います。他には矢はとりあえず39かそこら持ってきましたが、外したりもするので、少し多めがいいでしょう。さあ、他、あと何匹だ？8枚だったと思うので、あ、8枚は集まりましたね。確か、カバンが、下か。下ですね。よいしょ。これかな？大きなバッグが、クロコダイルの皮8枚なので、これで問題ないと思います。さあ、まだ、ちょっといるかどうかぐらい見ていきましょうかね。何匹ぐらいいるんだろう。はい、ちょっとワニを探しに行ってたんですけど、まあいますね。まだ8匹以上いるんですけど、ちょっと帽子を間違えてヘルメットかぶって、あ、ヘルメットかぶってないか。それでも、これでも 50% しか日光を遮ってくれませんでした。今のところちょっと危なくなりましたので、緊急でこの屋根付きのところを作りました。さあ、ここでワニを倒していきましょう。はい、大丈夫ですね。これであと20、どれぐらいあれば帰れますかね。ちょっと様子を見ながらまた帰りたいと思います。まあ今現時点ではこんな感じなので、もう少し回復して、そこから家の方に帰りたいと思います。はい、戻ってきましたので、カバンを作りたいと思います。その前にちょっと狼が鳴いてたので、狼にこの柵を壊されたくないので、倒せるなら倒しておきましょうか。よいしょ。最近ですね、ゾンビもちょっと強くなってるのか、数が増えてるのか、この木のスパイクですね、こちらの方を簡単に壊すようになりました。あ、ここ抜けてますね。なので、ちょっとずつですが、アップグレードのために、こちらですね、鉄のスパイクにしています。こちら、ちょっと鉄の、破片がいっぱい必要なので、全部はまだしてないんですけど、こちらも進めていこうと思います。さあ、まあ何はともあれ、まずはカバン作りですよね。カバンはこれ8枚に縄が2ですね。ということで縄を取ってと、あと8枚取りましょう。あ、置く場所がないな。少し、あ、結構でかいですね。これポイしときましょうか。これで入るかな。はい、これで普通のトップでいいのかな。これでいけば、あ、カバンができないぞ。これじゃない。上級の方なのかな。入れていっても、あ、ダメですね。あれ？どれだ？もうちょっと見ていきましょう。8枚に縄2ですよね。制作について、あ、折り切って書いてありましたね。間違えました。これで2ですね。はい、これで大きなバックパックが作れますので、作成しましょう。はい、あ、すごい、でっかくなりましたね。めちゃくちゃ入るようになりました。では、これでいろいろまた持てるようになりますので、ちょっと整理していきたいと思います。はい、ではですね、鉄のかけらですね。鉄のかけらかな？名前ちょっと忘れましたが、それを作るためには、まずちっちゃい石を取ってこないといけませんので、石を取っていきたいと思います。で、こちらの方を炉にかけるとできるインゴットの前のやつですね。それがとりあえず必要となりますので、そちらの方をしっかりと取っていこうと思います。で、機械の部品とかがあれば、そちらの方を作るものもあるんですけど、今のところそれ作れませんので、一生懸命石を集めて、これを溶かして、炉に入れて、破片を作っていきたいと思います。あ、石がいっぱいになりましたので、こちらを運んでいこうと思います。よいしょ。あ、なんか追われてる。
お、やばい、オオカミか。オオカミが来てますね。そして行き過ぎましたね。あー、食らっちゃった。よいしょ。はい、とりあえずここやって閉めとか。閉めてもダメでしたね。よいしょよいしょ。はい、よいしょ。あ、だいぶ食らっちゃいましたが、ちょっと直していきましょうか。包帯の方は結構余ってますので OK、 問題なしですね。はい、では石をですね、間違えた、持って入りましょう。で、炉の方に入れないといけないんですけど、炉は一応ですね2つ作ってありますので、早く作れると思います。これ1回で20個できますので、1個ですね、スパイク1個分ができますということで作っていきたいと思います。さあ、鉄の破片ができましたね。よし、これを取っていけると、2つ分ですね、2つの炉の分取っていくと1個分できますね。これで OK で、次の、破片を作るために少し入れておきましょう。よいしょ、はい、10個入れておきます。 1,2,3,4,5,6,7,8、 これでもう1個分の炉入りますね。で、鉄の破片が20個になったので、この鉄のハンマーですね、こちらの方で叩いてアップグレードしていきたいと思います。あ、やばい、ゾンビが来てますね。刺さるの待つか。真っ暗で見えませんからね。さ、刺さってますね。よいしょ。そして動けないところは頭を狙えば一発です。さあ、ゾンビさん倒してと。これ修理も必要なんでしょうね。あ、な、結構減ってますね。100減ってますが、まあいいや。とりあえず、こっちの方かな、鉄のスパイク、あ、ここですね。普通のスパイクトラップを、これを叩くことによって、鉄のスパイクになっていきます。これですね、こっち側、なぜかこっち側が結構やられてしまいますので、早めにこちらの方を鉄のスパイクにしていこうと思います。なんとかですね、鉄のスパイクに片方だけですけどすることができました。ここらずっと鉄ですね。なんか知らないですけど、こちら側の方が結構ゾンビに攻められやすいので、先にできてよかったです。あと、まだですね、こっちの方にたくさんあるので、まあちょっと裏面まではいいとはいえ、ここら辺のまでは鉄にしたいなと思っています。まあちょっと、やることもたくさん出てきましたので、ちょっとずつこちらの方は変えていこうと思います。また次回ですね、次回はちょっと遠くですね、まだ北の島の方の村に行ってませんので、そちらの方に行ってみたいと思います。今日はワニ側を取ってきて、カバンをでっかくしたり、あと採掘機の方を最後の1個ですね置いたりしましたので、今日はここら辺で終わろうと思います。皆様ありがとうございました。